ロックを見ていただいたわけなんですけども、まあ、ロック界というのは石井さん、ずいぶん個性的な人が揃ってますね。そうですね、場が多いって感じですよね。いや本当に申し訳ない、本当申し訳ないと思います。そういう意味じゃないです、ね、でもあの米米クラブの、はい、例えば衣装からそのステージから、はい、全部石井さんがお考えなんですね。そうなんですよ、コメコメだけは利口者が揃ってますよね。そうなんですか、そうですよ本当に、ということでですね、そのまあコメコメクラブに対するリクエストもね、非常に多かったんですよね。多いですよね、これ話を聞いてますけど、非常にリクエストが多かったと、こういうお話をしてるんでございまして、でその10月3日に放送できなかった分、今日はですねコメコメクラブのパフォーマンスを特集してみましたんで、ご覧ください。 VTR どうぞ。 I am